ウッドデッキ Q&A。 ウッドデッキを作るのは新築時が良いか、住んでからが良いか。一級建築士のよっちゃんです。社長のカリアです。二人で疑問にお答えします。ウッドデッキを作るのは新築時が良いか、住んでからが良いか、お客様からご相談がありますが、住み始めてからお庭の空間をどう利用するか、お客様ご家族で、楽しみながら、設置するのもいいですよね。そうですね。一番いいのはもう住んでしまうと、自分がこうどう使いたいかということは具体的にはもう頭の中に描けてくるので、それからどのぐらいの大きさで、またどこの場所に、どんなタイミングで作ろうかって、例えばそれも、お子さんが、例えば入学してからとか、そんなんでもいいと思うんですよ。ですから新築の時に全部きれいに作ってしまおうとせずに、住みながら徐々に快適にしていくという考え方が一番いいんじゃないかと思います。ウッドデッキを設置する際、新築時と住んでからはどちらの方が、安く済みますか？でそれはちょっと一概に言えないんですが、例えばハウスメーカーなんかで建てた場合は新築の時の方が高くなると思います。それとウッドデッキを専門に扱っているような業者さんで、やった場合の方が一般の工務店よりも安く済むことの方が、多いですので、住みながらということであればもう専門の業者に頼むのがいいんじゃないかと思います。視聴ありがとうございました。たくさんの施工事例がございますので、ウッドデッキのサイトを PC は左上、スマホは右上のバナーをクリックしてご覧ください。ホームページのアドレスはこちらです。 cbrbk.com/wooddeck.html で検索してください。フリーダイヤル 0120-041-301。 お電話お待ちしております。